木村博さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。はい、こちらにいます。あ、すいません木村さん、意気込みをお願いします。はい、ありがとうございます。すごく意気込みですね。はい、ありがとうございます。さぬき前人でございます。私たちね、今年踊らせていただきますのはですね、さぬきブギウギという曲でございます。長く言っていいですかね。はい、このね、ブギウギと言いますのはね、なんと言いましても、私たちと同じ香川県出身であります笠置シヅ子さんが昔ですね、東京ブギウギという曲で大ヒットしたということで、皆さん知らないですかね。僕も実際は知らないんですけど、戦後間もなくのですね、日本が大変な時期にですね、この東京ブギウギで日本を明るく元気にしたということをお聞きしております。それでね、私たちが今年はですね、私たちさぬき前人がこのさぬきブギウギでですね、日本をそしてね、元気にしたいと思っておりますので、皆様温かいご声援よろしくお願い申し上げます。以上です。ありがとうございました。それでは準備お願いいたします。はい、改めましてさぬき前人でございます。本日はスーパーよさこいのご開催、誠におめでとうございます。私たちはよさこいを通しまして、さぬきの笑顔と元気を皆様にお届けしております。先ほどもね、ご紹介させていただいたんですけども、私たち今年さぬきブギウギという曲を踊らせていただきます。皆様ね、どうぞこう私たちのブギに乗りまして、手拍子、足拍子、そしてお心拍子にて温かいご声援よろしくお願い申し上げます。
集、私はやるわとっそからげ、不義のリズムでやってくる。会いたければ会いに行け、さぬき女の心意気。温かいお手拍子いただきました。たくさんの皆様方に心を込めて、礼。ありがとうございました。ありがとうございました。サンキューマイクでした。